レグザイドフィットネスの石山です。新宝テニスリゾートの藤新です。久しぶりに青新コーチに登場していただいて、お久しぶりです。藤新ファンがそろそろコーチに手伝ってもらって、簡単な目のテストをやってみたいと思います。ここ最近テニスミットってところでお伝えしてるんですけども、テニスやるときにやっぱり目の機能ってすごい大事で、その中でこう広く見えてますかっていうのを確かめるようなテストになります。早速やってみたいと思います。コーチがどれぐらい見えてるのかっていうのをチェックしたいと思います。はい、お願いします。周辺視野を確かめるものになるんですけども、手を横にだんだん開いていってもらって、それも指先をちょっとちょろちょろちょろっと動かしてもらって、正面見てるんですけど両方の手がどの角度まで見えるかっていうのをちょっと確かめてみてください。そうですよ、そういう感じです。お、いいですね。その辺まで見えてる。はい、でそれ手そのまま止めといてください。一回目をつぶります。はい、あ、手そのまま目をつぶって、でパッと上げたときにそこの手見えますか？見えます。見えます。はい、じゃあもう一回後ろにもうちょっとしようとしてもらって、自分の限界がどこかなって感じです。指が止まってると周辺視ってこう認知ができないので、指は動かしてていいです。でそのままもう一回目つぶって、はい、でパッと上げたときにそこに指見えますか？見えます。 OK、 コーチの角度を確認すると、ちょっとカメラと反対側ですけど、右手が、大体肩と本当に同じライン、90度。反対側が、あ、でも反対もちょうど90度ぐらいですかね。はい、OK です。はい、っていう感じで、正面見てるんだけど手をベラベラって開いて、これがどこ見えるか、こっち見ちゃうと反対側が見えなくなると思うので、っていう感じで自分の周辺視野がどこまで辺まであるかっていうのを確かめるテストでした。ちなみに人間の周辺視野ってどこまで見えてるか、ご知ってますか？フリーズしたんだ。考える時間。どこまで？うん、今工事90度まで見えてるんですよね。イメージ的にはなんか60度ぐらいなのかなっていうイメージがあったんですけど。でもここまで見えてる。いやいや、そうだから見えてたんですけど、見えてたんですけど、なんか馬とかってなんか後ろとか見えるっていうんですか。はいはいはい、目が横にある、ね、そう、うん、人だから前に目があるから、イメージはこういう、なんかこう斜め前ぐらいなのかなっていうイメージだったんですけど、はいはい、実際には、はい、いろんなものによるんですけど100度見えてるっていうふうに言われてて、うん、でここが0度じゃないですか、はい、で肩のラインが90度になるじゃないですか、はい、だから肩よりちょい後ろの周辺視野があるらしいんです。だからこっち90度だったからもうちょっと広げられるんじゃないかっていうような感じです、うん、ちなみにこう物に焦点当てて物が認識できるっていう範囲は 1,2 度しかないらしいです。こうグッと見る感じ。どういうことですか？そこに字が書いてありますよね、はい、その字が何かっていうふうに認識する、はい、その範囲、目の範囲って 1,2 度です。それぐらい焦点をしっかり合わせないとその物が認識できない。 1,2 度ってのも、そう、そんなもんです。だからそれが固定視です。グッと見る、うん、それをし続けちゃうと目は疲れるし、はい、それがやり続けるっていうか、パソコンってそういうことですよ、はい、そうすると周辺の視野が失われるんです、うん、でもテニスには幅広くこう横のボールも見なきゃいけないし、相手も見なきゃいけないしっていう、はい、いろんな空間を見なきゃいけない、地面を見ないといけないし、見るというか感じないといけない、はい、だからそれが失われちゃうとテニスのパフォーマンスが落ちますよっていうことです、はい、で 1,2 度のそのピントが合うところの横に有効視野って言って 3,40 度なんか物として認識できるっていうところがあるんですね、はい、なんか合わせててもその隣にあるものってなんとなく物として色とかも分かるじゃないですか、はい、でそれ以外のところを周辺視野、はい、でそれが、100度ぐらいありますよっていうことでした。皆さんぜひ確かめてみてください。で途中で開いてて目閉じてってやってもらってって思うんですけど、あれ目開けた時に見えなくなる場合があるんですね、はい、それなんでかっていうと脳みそがなんとなくのイメージ像を作り出して見えてる風にしてるっていう、はい、一回目閉じてリセットすると消える場合があります、うん、その場合は前にちょっと修正してやってもらうといいかなと思います。で1個だけこんな改善の方法がありますよっていうのをやってみたいと思います。で、めちゃ簡単な方法としてボール今2テニスボール2つ持ってるんですけど、こいつこれをポンポンとこう上に、そうですそうです、ただこれだけ焦点を合わすんじゃなくて、こうなんとなく周辺視野で見るっていうような能力が必要になります。グッとこう固定し、パソコンとか見てるような目の使い方が多い人はこれが結構できなかったりします。これが全然できる人はクロスしましょうか。そう、お手玉的な、おっと見れば見るほどできなくなります。
そう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 、そういう感じですね。でもしこれもできる人は3個でやる、え、ジャグリング的なのあるじゃないですか、はい、とかもう、あれ見てる、やったことある人は分かると思うんですけど、見ちゃうとできないんですよ。なんか山の頂点見て手は見てないみたいな目の使い方になったりするんですけど、そうそうそう、こういうのが周辺視野を広げるのに役立ちます。でこれも余裕だったら、ちょっと今のを、まあ、歩きながらやってみるとか、前後で歩きながらとか、クロスも歩きながらとかやるとちょっと難しくなります。でせっかく2人いるんで、コーチちょっとスクワットしてもらって、その場でなんか自分のリズムでこうスクワットしてください。そうそうそう。で、パッて上がって、はい、どんどんどん、はい、どんどん。この時に、パッて投げて、取ってもらう。3D になるので、ちょっと難しくなる。目の追い方が難しくなるんですよね。ペアッてやって、そうそうそう。で、返してもらう。はい。そうそうそう。広く見るイメージ。はい、行きます。はい、どんどんスクワットして、足止めない。そう。めっちゃむずい。めっちゃむずい。多分ね、見ちゃってると感じて、感じる、感じる、ボールを感じて、フィール、Don't think、そうそう、ナイス、はい、そう、はい、感じる、そうそうそう、はい、うおー、はい、うおー、いいですね、コーチ、今度サイドランジ、そう、頭が横に揺れてる状態で、はい、感じる、そう、はい、感じて、感じて、そうそうそう、見ちゃダメ、感じるの、そう。修行ってこういうことですよ。はい、そうそうそう、はい、OK です。こんな感じのドリルとか、ウォーミングアップとかになんか結構良さそうですよね、はい。まあ、ちょっとちらっと今ドリルやってみたんで、コーチの周辺視野変化があるかちょっと一応確認してみましょう、はい。最初に横向いてもらって、さっきと同じテストやってみてください。見えてる見えてる見えてる、この辺かな、ここで一回目つぶって、はい、パッと開いてみてください。ここ見えてますか。はい、さっきより、まあ、さっきも開いてたんだけど、若干肩の後ろまで左手なんかを、はい、ちょっと後で動画よく見てみてください。5度ぐらい開いてきます、うん。左は結構開いてる感じですね、はい。で実は右があんま変わってなかったかもしれないけど、はい、っていう感じになります、はい、っていう感じで、これは広く見えた方がテニスにめちゃめちゃ有効なので、ウォーミングアップに取り入れてみてください、はい。で、この動画が今年最後の動画となります。今年も1年 YouTube の動画見ていただいてどうもありがとうございました。来年も続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では皆さん、良いお年をお過ごしください。